はい、今回ですけど、イベントのインフォメーションのところでですね、月末の、イベントの予告が来ております。でイベントの内容としてはね、ステッカーブックということでめちゃめちゃ熱い月チケもらえます、ありがとうございます。ということで今月ね5枚最大で手に入りますね。イベントで2枚、ピックアップで最大2枚、最後の月末で1枚ということでやったぜと。はい、でこのねステッカーブックなんですけど、新ツムでしか遊べないので、あの新ツム持ってない方は、確率アップ中の時に必ず引きましょう。多分ねミッキーいれば全部クリアできると思いますので、まあ、ミッキーね持ってれば、まあ、間違いないかなと思われます。はい、いやとりあえずねスキチ系ね手に入るのは とても嬉しいですね。で10月27日、日曜日ですね、11時より、開催されます。はい、でこのさステッカーブックってまあ5枚ぐらい確かあったと思うんですけど、優しい、普通、むずい、激むずみたいな感じで、でそれ終わった後のなんかボーナスステージっていうかスペシャルステージか、スペシャルステージが毎回あるんですけど、そのスペシャルステージが今回は何なのかっていうのがちょっと楽しみですよね。ね、ね。この絵に書いてある飴が関連してくるのかどうなのかみたいなね。前回来た時は確かあのトイストーリーの時にねちょっと変わったやつが来たんですけどね、とても楽しかったですよね。あの時ハムで余裕で1万コイン行ったんで楽しかったですよねあれで一応ねステッカーブックの情報は以上なんですけど、一応ね今あるイベントをとりあえず片っ端から紹介していきたいなと思います。でまずセレクトボックスがね本日より開催されております。10月7日10時59分より、10月7日10時59分までね開催されております、セレクトボックスです。ラインナップはねホンドキング、マレフィセントドラゴン、魔人ジャファー、警察官ニーク、キュートエルサ、ソフィア、三重士ドナルド、蒸気船ピート、パッチ、アラジン、フランダー、クラッシュとなっております。いやーこれね本当に本当セレクトボックスの今まで出てきたセレクトボックスの中でもかなり優秀なので、本当にね皆さん引くことをお勧めするんですけれども、スキルレベルが低くてコインがあまり持ってない方はですねあまりお勧めできません。で低スキルだとあまりね稼げないので、はい、コインが余裕があって、まあ、スキルレベル4号ぐらいまでは狙える感じであれば、まあ、引くのはありかなと思います。はい、でまあ新ツムとしてはね、10月1日よりツムツムの大冒険、勇者ミッキー、勇者ドナルド、勇者グーフィーが登場しております。まあ、自分はね勇者ドナルドがやっぱ好きなんですけど、まだスキルレベル3っていうのがね残念で、全部ね曲付きなんですけど、あのレトロ感の8ビットのねスーファミ感があるやつね。でまあ勇者ミッキーがね、まあこの中でもやっぱ一番強いんじゃないかと。で盾がねやっぱ中央消去の、スキルを持った中でも多分最強なんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとねあのもうね中央消去だけにしてくれた方がもはや良かった気がします。あの選ぶ時間がもったいないので、まあどうせだったらさ盾が一番最初に来るように設定しといてくれればまだ良かったんですけど、2番目にあることでそこの秒数がもったいないですよね。まあそれがちょっと残念だなと思います。はい、でまあ新ツムセレクトボックスがね来ておりまして、で今ね皆さんこれミッションやってると思うんですけれども、イベントねつむつむの大冒険という、10月のね新イベントが始まっておりまして、魔王ピートを倒してミニー姫を助けましょうと。でミニー姫をね助けると、イベントをクリアしてねアイテムやピンズをゲットしようと。そうミニー姫助けた時に確かねピンズがもらえるらしいです。で自分はねまだ1回も助けてない。はい、早く助けたい、早く助けたいよね。でやっぱねスキチ系プレミアムチケットピンズがもらえて、しかもね今回のイベントは何がいいかっていうとレベチケがね多いんです。そこがねマジで嬉しい。はい、今回のイベントはレベチケが多いんです。はい、
で、まあ一通り喋ったから、あ、そうだ。あとね、これ。毎日もらえるログインボーナス。これね、期間内に、ログインしてプレゼントをもらっちゃおうと。全25回ということで、まあ、5回まではミスってもいいと。ログインするのをね。はい。必ずログインしましょう。で、プレミアムチケットがね、2枚あると。はい。で、あとがね、コインが多めで、レベチケもね、4枚あると。いうところです。まあ、スキチケがあったらねさらに良かったんですけれども、いやでもステッカーブックが来たおかげでね、本当にステッカーブックのおかげでスキチケがもらえると。ちなみに自分は今ね10何枚かな、ちょっと待って、ミスって入れちゃうと嫌なので使ってもいいやつにしよう11枚で、今まだイベントでね1枚も手に入れてないので、まあここから5枚手に、まあ最大5枚手に入ったとして16枚になるのか。だいぶ増えましたね。スキレベ5だったら、スキレベ5のもうちょっといってるやつだったら、スキルマー作ることができるぐらいまでね、溜まることができましたね。いや、前回はガストンに全突破して、その前はユキエルに全突破してっていう感じだったので、まあでもだんだん溜まってきました。ありがとうございます。で、ちなみに、はい。10月はね、マレフィセント2という、まあ、実写版がありまして、まあ、このね、5周年のね、ツムとしてね、邪悪な妖精マレフィセントが、今年のね、1月に登場しまして、まあ、これがね、かなり強いと。ね。で、まあ、このね、ツムがね、まあ、今月ね、復活するんじゃないかなと。皆さんね、ワクワクして待ってますよね。そのうちの一人も、そのうちの一人もそのうちの一人が私でございますが、うん。で、ちなみに自分はスキルレベル5の 10% なので、まあ、セレボで来てくれればスキルマー絶対作ろうと思っております。まあ、ただね、今回セレボで、まあ、かなり使ってしまったので、またね、コイン稼ぎを頑張らなければいけないんですけれども、スキルレベル5から6だとね、確かに必要つむすが下がるので、めちゃめちゃ使いやすくなるはず。はい。マルドラのスキルレベル5ぐらいの、感覚でスキルループするんじゃないかなと思うので、いや、とても楽しみなんですよ。で、あと、まあ、こちらね、バハミ。バハミがね、もう2年来てないです。で、多分復活するんじゃないかなと思われます。はい、ここ来たらね、持ってない方は必ず手に入れましょう。はい、あとはね、いろいろあります。この辺とかね。この辺とかログインボーナスのところに乗ってたりするので、まあ、この辺もいずれ復活するかもしれないですよね。あとお化けデールとかぼちゃチップも来そうかなと思われます。はい、一応ね、まあ、今月の、まあ、イベントの内容と、まあ、こんなツムが復活するんじゃないかなっていう、まあ、ちょっと予想も立てつつですね、まあ、紹介していきました。はい。いや、これからまだね、10月の話しましたけれども、11月は、アナ雪の2がね、上映されまして、またね、新ツムが強いんじゃないかというところも期待されておりまして、で、12月に関してはですね、スターウォーズが来るということで、もうまだまだ熱いツムツムが。で、自分はね、来年の1月がね、実は一番熱いんじゃないかなと思っております。みんなアナ雪とスターウォーズに目が行きがちなんですけど、実は来年一番熱い。それはなぜかっていうと、ネズミ年です。確かネズミ年だった気がする。合ってる？合ってる？違ったらごめんなさい。俺、会社のカレンダー見て、次のさ、年のところの、絵柄みたいなネズミあったから多分ネズミだと思うんだけど、そう、なのでね、ミッキー、ミニーがね、超強力なツムとしてね、登場するんじゃないかなと、1日で6周年ということもあってね。はい、まあその辺もすごく楽しみに、しております。という感じで、今回はね、動画を終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いいたします。